東川美幸、54歳、大阪から参りました。専門学校卒業、現在は美容鍼灸師をさせていただいております。では次にあなたの希望金額と投資形態は？300万円でお願いいたします。投資と融資でお願いいたします。ではあなたが思い描く未来の姿は？すべての人のお顔を簡単なセルフケアでキュッと引き締め、生き生きと若々しい笑顔にしたい。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。東川さん、簡単な経歴を教えてください。私は祖父母の代から鍼灸マッサージ師の家系に育ちました。私も22歳で鍼灸師になりまして、32年間、約2万人の方々に施術をさせてきていただいております。で、私自身が40歳の時から自分の肌の老化を感じまして、いろいろなセルフケアを自分で試みてきました。そして今回すごく簡単で手軽で効果の高いセルフケアを発見いたしました。それを皆さんにお伝えしたいと思って、今回のプランを持ってまいりました。はい。東川さん、54歳。はい。全然たるんでないですね。ありがとうございます。美容外科医目線でも実際たるみは少ないなと思って。はい、もう隣の岩井社長見たらもう。ちょっとちょっとこれが今から変わるんですよ。これからですね、はい、もういい被験者がそこに、まあ、被験者ですか。いや、実験は僕しかないなと思って、やってほしい。一番たるんでるんでね。はい、はいはい、まずは僕がやりますね。はい、じゃあやりましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。これ変わるんすごいですよね。本当に変わるかどうか知りませんよ。そうなんですか。はい、これ貼るとすぐに変わるんですか。はいはい、見ててくださいね。岩井社長のお顔、どちらがたるんでるか。右と左とどっちかがたるんでますか。左の、あ、こっち側の方がたるんでる感じがします。ほうれい線が下がっている方を見ててください。目尻と鼻翼、鼻の小鼻のとこと口の高さを見ててくださいね。ではいきます。全然痛くないです。針じゃないです。粒なんで。粒。はい。え、貼った瞬間で変わるんですか。だ、こう上がってきてるでしょ。待って。私横からなんでちょっと分かりませんか。なんかパッと見分かります。時間、多分先生目がなられてらっしゃるのですごいお分かりになるかもしれないです。時間とともにこう頬のフェイスラインが上がってきて、ほうれい線が薄くなるんですよ。で、この目の鼻と目の鼻筋が通る。わかりませんか。じゃあちょっともうちょっと貼っていきます。どんどん貼りましょう。何なんですかこのシールは。リライブ。リライブシール。リライブシール。リライブのような、はい、効果をもたらします。はい、粒って何っていうね。ね、粒が気になりますよね。ちょっとなんかわかんないぞこれ。または怪しいな。怪しいな、またこれ。これでね、目がね大きくなるんで、ちょっと見てください。あ、けど上がってる気がしますね。目が大きくなって、まぶたが上がるんです。上がった。上がってる、上がってる。本当ですか。いや、確かにほうれい線は上がってますよね。ほうれい線、左のほうれい線上がってると思う。そうですよね。これ、シワが、はい、伸びてきてますよね。伸びてますね。はい。なんで？確かに現時点では左の方がたるんでるっていうように見えますね。左がたるんでる？さっき右がたるんでたのに、僕らから見たら大丈夫。あ、そう、だからこっちの方が下がってたんですよね、最初は。それがだから上がったんですよ。上がってる、上がってる。はい、もうすいません、もうちょっと見せて。あ、嬉しいです、よかったです。何？また怖いよ。志願者が提案する謎のシール、顔のセルフケアを可能にする商品でトラへと挑む。開始早々その効果に驚愕するトラたち、滑り出しは好調か。いや、でもやっぱりそのね、このセルフケアでも変われることをみんなに伝えたいと思って、でこれがすごく簡単なんで、この方法が一番私が伝えたいことなんです。今は貼られてるんですか。今ね、実はここの耳の後ろに。後ろだけ。はい、後ろにやると引き上がるみたいな。引き下げないツボがあるんです。はい、
だからそこでマスクでどうしても下がるので、はい、それをちょっと防止するために1個ずつ貼ってます今。でこうずっと継続してセルフケアでやることで、はい、顔つき自体が変わってくるわけですか。だから私がこれをずっとあのセルフケアやってきてこんだけ変わったんで、長く続けていただくと必ず変わります。ただ単発で変わるっていうのはちょっと難しいんですよ。だから続けていただくこと。いい商品ですね。ありがとうございます。単発じゃダメです。いやいや怪しいですよ、怪しいですよ、怪しいですよ。単発は、ね、先生、だって先生美容外科でもそうじゃないですか。やっぱ一回してから一生じゃないじゃないですか。まあそうですね。そうですよね。その後も加齢していくわけですからね。そうですよね。はい。まあ、歯止めをずっと効かせていかなきゃいけないわけなんで。え、そのシールって僕らにちょっと一個ずつとか見せてもらえるんですか。はい。じゃあお見せします。適当にどっかに貼ってみたいですよね。あ、貼ってください。じゃあほうれい線ないですね。ほうれい線ちょっと家に忘れてきてしまったんで。あ、ただのシールや。あれでも先生ほうれい線ないですもんね。いやけど。あ、でもあのね、鼻筋がもっともっとより深く彫りが入りました。へえ、いやなんかちょっと引きつられてるような感じがあります。上に引かれる感じあるでしょう。すごい。あの引かれてる気がするんですよ。クーって。うん、ここにこう収縮してるような感じ。なんで上に引っ張られる感じが。北川社長とかどうですか、結構変化ありそうじゃない。あ、やっていただいて、はい、10個ぐらいやつ。頬が下がってるのこっちなんですよね。でもほっぺたが分厚いのはこっちなんで、こっちを痩せさせましょうかね。はい、じゃあ失礼します。あ、目が、あの、うん、開きましたよね。なんかちょっとすっきりしました。はい、目が開きました。もう僕もいっぱいやってほしいです、いっぱい。いっぱい、あの、はい、右も左もあの全部あの左右対称に全体的に良くしていただきたいです。わかりました。すみません。フェイスラインをじゃあ、はい、失礼します。とか目とか。あのね、今ね、一つのそのこっちに、あの、多いんですよ。こっち社長こちら見ていただいて、こっちの顔が細いじゃないですか。はいはいはい、右側。あ、わかります。はい。一つのツボがこっちだけが。はい、確かに林さんこっちの方が太いです。少ない。いや、今張ったからです。今こっち細くします。え？追いつきます。左が上がってる。左めっちゃ痩せて見える。うん、お、待って待って。え？お、すげえ。かかったでしょう。今張った後めっちゃ蹴ってね。すごいシャープになられました。え、本当にすごい。怖。え、めちゃめちゃシャープになりましたよ。またまた。え、でかかった。本当にでかかった。そんな変わるわけないじゃないですか、そんな。え、びっくりする。あれ痩せてる？痩せました。え、林さん、マジで痩せてた。瞬間にグーって上がるじゃないですか。でも上がったの見えますよ。あ、すごい。顔がすごくシャープになられました。マジっすか。はい、はい、よりシャープに。すごい変わりますよ。あ、すごい、ま、マジっすか。すごい上がりました。なんか肉がね、どっかに絞り取られてる感じ。はい、何これまた出ましたね、怪しげなやつ。怪しい、わからん。もう視聴者が一番分かって、同じね、あの距離 あのカメラもあるしね。なんかパワー感じる。ちょっとすごい、こう目の鼻筋がすごい通られました。本当ですか。グッと。お、なんか目の筋、あの鼻筋、あの頬というより確かに鼻がより高くなられた感じです。どうですか。なんで、うん、確かに今日桑田社長も顔めっちゃシュッとしてます。え、本当ここがシュッとすごいですよ。